ドゥカティは2023年シーズンのモト GP でフランチェスコ・バニャイアがライダーズタイトルを連覇。コンストラクターズタイトルも勝ち取り、絶好調の1年間となった。チームマネージャーのダビデ・タルドッツは、2014年に現ゼネラルマネージャーのジジダ・リーニャが着任して以来、すべてが変わったと語っている。2022年まで、ドゥカティはモト GP の最高峰クラスにおけるライダーズタイトル獲得経験が、 2007年にケイシー・ストーナーの手で達成された年のみという状況だった、同年はコンストラクターズタイトルも獲得。しかし、ドゥカティも2010年代後半から徐々に戦闘力を上げ始め、2022年にバニャイアが14年ぶりのタイトルを獲得。2023年はドゥカティのバイクが全20戦中17戦で勝利し、バニャイアが連覇を達成するなど、ストーナーしか乗りこなせない。 と言われた2007年当時とは全く異なる状況を作り上げた。このブカティの大躍進の立役者が、現在ゼネラルマネージャーを務めるダッビーニャの存在であるということは間違いない。チームマネージャーのタルドッツも、2014年にダッビーニャが着任して以降、すべてが変わり、新しい歴史をスタートさせたと語っている。歴史だと思う。 新しいマネジメントと呼んでいるが、2014年からすべてが変わり、それから我々は毎年開発している新しいバイクで元 g p の新しい歴史をスタートさせた。タル・ドッツはそう語る。このバイクは革命ではない。2015年のバイクの進化なんだ。そしてみんなが非常に競争力のある場所までたどり着いた。我々は、うわぁ、このバイクに乗れるのはケ c シー・ストーナーだけだ。 と周囲が話してていいる時窮地に立たたされていただが今我々は8人のライダーを擁してその全員が非常に競争力を発揮するところまで来ている我々の仕事を非常に誇りに思えるよマシンの進化を決して止めなかったことを考えると我々は結果に対処できるところまで来たと思う我々のライバルは正直非常にタフだし 我々も彼らがより早くなれる何かを探していることにビクビクさせられたがね。しかし結局のところこの状況には満足しているよ。